おい、ルイジ、こっちだ。こっちにいるぞ、マリオは。兄さん、でも、ここすごく怖いんだけど、どうやってそっちに行ったんだい？そうだ、ここはね、気をつけろ、本当に。毒沼があるからな。この毒沼に落ちれば、一発でおだぶつだ。どうやって行ったかは、それはもちろんスーパーマリオだからな。ちょいとジャンプして行ったに決まってるじゃないか。なんでそんなところに一気に行けるんだよ。絶対無理でしょ、この毒沼をジャンプするなんて。どう言ってもここは落っこちちゃうよ。落っこちる位置だよ。どうすりゃいいんだよ。とんでもない毒沼だ。こんなところ本当落ちたら一発だよ。僕と同じ緑色だけど、絶対これ毒沼だよね。もちろんこれは毒沼だぞ。気をつけろ。こんなところ落ちたらもう一発一貫の終わりだ。本当でもこっちに行くしかないんだ。ルイジ、頑張ってジャンプしてくるんだ。頑張れたってね。こんな助走がないところで、123でジャンプしたの。123でジャンプしたの。そんな感じだ、そんな感じ。多分そんな感じでこのマリオはこっちにジャンプしてきたんだと思う。なんだよ、だと思うって。軽く記憶喪失じゃないか。どういうことだよ。とにかくこっちにジャンプするしかないぞ。分かってるんだけどね。すっごい毒沼。よし、ルイジ頑張っていく。ルイジ頑張っていく。どんだけ頑張ればそっちにジャンプできるかわからないけど頑張っていく。いきまーす、ルイジスーパー三段ジャンプ。うわ、あ、やっぱりダメ。あ、ルー、あ、ルー、ダメ。兄さん、やっぱり落ちルイジだ。ルイジだー。ルイジどういうことだーって。だー、なんかゆっくり沈むね、これ。あれ、なんか、あれ、あ、なんかね、これいけるよ、この毒沼。いけるイジだよ、これ。やったー、なにこれ、ちょっと楽しい。これはなんで、スライムかな。なんかベトベトしてるけど結構楽しいじゃん。はい、こんな感じ。こんな感じってブルブルだな、ルイジ。でもこれ毒沼じゃなかったみたいだね、兄さん。いや、それがたとえ毒沼じゃなくても入る気にはなれないな。そしてルイジはなんでそこでゆったりしてんだよ。毒沼じゃないよ、兄さん。これは大丈夫、いけるやつだよ、いけるやつ。一発おだぶつではないよ。でもモンスターだな。何言ってんだい、僕はルイジだよ。いや、絶対モンスター。それかもうそれルイジじゃなくてグーイージーじゃないか。ルイジマンション3のやつだよ。確かにこれじゃ僕グーイージーだね。ルイジじゃなくなっちゃってるよ。なんてこった。せっかくなんでもうちょっとお遊びしたい。これはスライムで大丈夫なルイジで、ぐにゃ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 べっ食べた、楽しいなあ、あったら楽しいなあ。楽しいのかそれ、ルイジ。まあ、とにかくここは大丈夫だよ、兄さん。もうちょっと先に進もう。それもう大丈夫な顔してない。ルイジがそれもう大丈夫な顔全然してないから。いや、大丈夫だよ、これは毒沼じゃなかったから。まあそうみたいだな。でもこの先は本当に毒沼があるに違いないからな。今回はラッキーだったと思え、ルジ。そうだね、ラッキーすぎて楽しかったよ。それじゃ毒沼に行こう、毒沼に行こう、毒沼。はは、ここ抜けない抜けない。こういう意味ではちょっとここ大変な場所だな。ビヨンビヨン、あはポイズン。さあここからが本当に毒沼だからな、気をつけろ。まさに毒。わあ、すごいね、これ。こう毒だよ、毒。さっきのとはえらい違いだね。そうだぞ、ここは完全に毒だ。絶対これに入ればアウトだぞ、気をつけろ。コインはまあ俺がもらっとくけどね。なんで兄さんが。わあ、ちょっと待って兄さん。どういうことだ、足場が崩れてるぞ。危険すぎるよ、ここ。どういう状況、あのハテナブロックはもう取れないのか。どうすんだよ兄さん。いや、あれがないと。多分あれはパワーアップアイテムじゃないか。とにかく俺があの足場が1個だけあるからな、行ってくれ。このマリオなんとか、なんとか。ここはダメだ、やっぱり毒沼一発おだぶつだ。なんてこった、兄さんがおだぶつになっちゃった。なんて場所だ、本当にこの毒沼。さっきの毒沼とはもうわけが違うぞ。いや、さっきのはね、毒沼じゃないんだよ、あれはね、スライムだったんだよ、スライム。そうだな、遊んで楽しかったんだろ、ルイジ。そうだよ、僕と同じ色のスライムの色だったんだよ。あれは毒沼の色じゃなかったんだよ。それはそうと、
ここは毒沼だからな。でもあそこに行きたかったけど、ちょっとここはもう無理だな。諦めるしかないぞ、ルイジ。わかったよ、兄さん。とにかく、おお、こんなところにありましたよ。あ、ちょっと待って、俺の記憶が。なんだ兄さん、下じゃなくて上にもあるんじゃん。へへい、へへいじゃないよ、もう。なんだよ、ルイジだけ。あ、とにかく兄さん、行こう。ここはね、危険な毒沼らしいけど、そんなに、足場が。危険な毒沼だよ。足場がなくなるだと？どういう仕掛けなんだ本当に。さっきまでここに足場がちゃんとあったはずだと。兄さん、怖いよ。とにかくあのパックンは厄介だな。兄さんこっち。おお、足場がなくなってパックンを倒してくれた。ある意味助かったんだけど、僕はギリギリルイジすぎる。ギリギリ、ああ、ギリギリ、ああ。間違えて前へ行っちゃった。何やってんだルイジ、なんでそんなところに立ってたんだ。しかもいやー、兄さんを待ってたんだよ。そしたら間違えたんだよ、前に行っちゃったんだよ。前に、後ろというのかな。そうだね、間違えちゃったんだね。そういうこともある。とにかく行こう。あー、危ない、危ない。慎重に行かないとな。ゆっくり行った方がいいぞ。ここ足場がどんどん長ー、足場がどんどん長ー、足場がないって。だから足場がなくなるって言ったじゃないか兄さん。確かにそうなんだけど、なんとか1個だけ足場があるぞ。あそこを乗っていくしかないのか。おっと、ここは壊れないみたいだ。ルイジ、了解。兄さんの頭を使ってジャンプ。オッケー、時間がなくなってきちゃったけど、ここでとりあえずカロンを倒して。ここ兄さん、足場が今はあるけどなくなった。大変すぎる。てか、なんで足場が本当になくなるんだ。一体どういう仕掛けなんだよ。アイテムもなければ、最初にキノコ取ったぐらいだね。よし、カキボンがいる。よし、今ならいけるよ兄さん。こちゃー、だから足場が、こちゃー、だから足場が、こちゃー、だから足場が、だから足場がなくなるって言ってるだろルジ。気をつけろ。さっきから何回毒沼に落ちてるんだ。さっきのスライムとはえらい違いだね。やっぱ言ってるじゃないか、一発織田仏だってな。よし、ここだ。ここに何かアイテムがあるかもしれないぞ。よし、それじゃ叩いて。オッケー、ファイヤーフラファー。なんだってなんだそのファ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 って。とりあえずファイヤーフラワーゲッター。オッケー、これは役に立ちそうだな。確かに。とりあえずパックンは倒せるが、時間がないぞ。確かに兄さん、どうするんだよ。もうここまで来たのに。せっかく行くしかないだろう。とにかく先にな。ルイジ、カロン倒し。こっちは兄さん、ファイヤーパックンが後ろから狙ってきてる撃たれてるよルイジがまずいな。これでもくれ。ナイス。俺、いや、ナイスって言ってももう時間ない。ナイス、もう時間ナイス。そっちのナイス、時間ナイスってこと。さあ、ここは、おっと危ない、足場崩れるやつだ。危な、見たかいルイジ、見たかいって。見ましたよ、もちろん見ましたよ。さあ、ここ危ないよ兄さん。確かに俺も危なかった。あ、時間ない。ゲイ、ここまでなんとかダッシュでくるぞルイジ。了解。さあ、ここ足場がなくなるやつだね。ここはそうだな、きっとあれは一瞬だけいけるぞ。オッケー、まずい。兄さんケーフ。やっちまった。後ろからパックンが出てくるとは思わなかったんだ。さあ、さっきの場所だな、ここは。なんとか行こう。もう兄さんのせいで。さあ、気をつけて。おお、いい感じで足場が崩れて、なんとかあのノコノコは大暴れやめたみたいだな。うわ、なんだ、下からカロンの骨が出てきたぞ。一体どういう毒沼だ。お、クリボーは毒沼に綺麗に落ちていきました。いいのかあれでとにかくそれはほっといてだ。お、ここから土管だな。これはいけそうだ。ナイス兄さん。さあ、次は中間ポイントもないのかい。中間ポイント発見。ここで中間ポイントだったのか。とにかくあの中間ポイントだな。そうだね、僕が行くよ兄さん。そう、ここだったなんて。あいちゃん、ここだったなんて。あいちゃん、全然じゃなかった。ここは足場なくなるやつ。何やってんだルイジ。ほら、気をつけろ、すぐに足場がなくなるんだから。こういうところはね、さっさと行くに限るぜルイジ。さっさと行ったから僕行きにくくなっちゃってるじゃないか。さあ、今だ。オッケー、行こう兄さん。オッケーオッケー。おっと、ここは一体どうなってる。わかんない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 カランわかんないカランわかんないカラン。あ、もうここ完全に下全部なくなる感じ。そんなことないでしょ、ここほら。あっち、クワワーチャイクワワーチャイワーチャイ。足場なくなっちくわ。とんでもないよここ。これはアイテム？オッケー、ファイヤーフラワー。だからそれなんだっつーの。ファイヤーフラワー取ったって、取ったってことでしょ、このカキバン。よし、おお、危ないルイジ、大丈夫か。目の前にね、足場があったんだけどなくなった。ああ、ここまずいな、まずいな、急いで行かないと。
じゃあ先よ、先にさん、バイバイ。待ってるじ、あぶな、一個だけなんとかあった、よかった。ここなくなった、行けなくなっちゃうじゃん。さあ、どうする兄さん。ここは大丈夫、足場あるよ。パックンフラワーもこれ、そんなに強くない。オッケー。おっと、間違えてルイジ。何してんの兄さん。兄さんがなんか間違えて落ちてったよ。真面目に言うな。とにかくこれ、ファイヤーパックンなんとかして。オッケー、なんとかしましたー。ルイジ、最強。おー、危な。下行けないよ、ほんと。すっごいね、すぐ足場なくなるんですけど。まあ結構、慎重に行けばなんとかなるんじゃないか。ここはいけるのかな。いける。ここは大丈夫。兄さん、足場あるよ。ナイス、いいぞ。じゃあそこに突っ立ってろルイジ。いや、なんで突っ立ってるの。そこにね、パックンフラワーが出てきてたんだ。危ないからな。時間切れだった。そうだったのか。よし、とにかく中間ポイントがあるからな。ここ結構遠いんですけど。まずいね。いけるか。いけた、いけた。オッケー。カロをなんとか一回倒して、ルイジ了解。いいよいいよ、いい感じ、いい感じ、いいよいいよ。スーパーマリオっぽい、スーパーマリオブラザーズっぽい、スーパーマリオブラザーズポポポイ、スーパーパパポイ、スーパーパパポポポイ、スーパーパパポポポポイ、スーパーマリオブラザーズ、イェイ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 ポポイ。何か分かんないけど一緒に踊ってしまった。まあいいじゃないか、これでね、一気に行きたいところですよ。さあ、ここはファイヤー、ファイヤー、オッケー、ファイヤー、ルイジファイヤー取るんだ。これで命がつながる。いいよ兄さん、取った取った。うわー、足場なくなるやつだよ。まずいな、ここまずいな。しかし一体毒沼の下で何か起きてるんだ。うわー、危な。ここ一個だけちゃんと残るようになってんのか。怖すぎでしょ。ここなくなったらもいけないよね、きっと。ここにパックン、オッケー、パックンはオッケーで倒しました。まずい、パックン、ファイヤーパックン、危ない。よし、オッケー、避けたぞ。ナイス兄さん、と思ったけど下気をつけて。うおー、まずいね、ここ。ここはとにかくジャンプ、オッケー、ジャンプできる、倒して、オッケー、ナイス、いいぞ。ここだ、さっき俺たちがタイムアップになったとこ。クリボーを倒そうとした瞬間終わったからな。おっと、足場がなくなるやつだな、あれ。コインに騙されるといけないのか。いや、しかしこのマリオ、コインを取らずにはいられません。何を考えてるんだい兄さん、どうしたんだ、血迷ったのかい。血迷ったんじゃない、コインが欲しいだけだよ。オッケー。おお、え、まずいなこれ。まずいよそれ。届くのかい、あれ。いや、まずいな。あれ、ギリギリ、最後の下まではいかないみたい。よし、とにかく俺がね、ちゃんといけるかどうか、試してこよう。さすがの兄さん、コインで血迷ったんで。血迷ってたんかい、やっぱり。血迷ってる場合じゃないよ、ほんとに。よし、行くぞ。ここ、ジャンプ、届く。オッケー、届く。大丈夫だ。クリボーぐらいは倒せるし。よし、大丈夫だ。ここ安全だった。ナイス、兄さん。いいよ。じゃあ、こっからだったらジャンプ届くのかな。オッケー、ジャンプ。オッケー、ギリギリだった。危なかった。ギリギリすぎて、びっくり、ルイージです。わー、え、その土管入れる感じだったのかな。え、まずい、ここ、え、こっちの方がやばいじゃん。ちょっと行っていくの、ダッシュで行くのかな。ダッシュジャンプ、オッケー、行けます、行けます、行けました。ルイジ大丈夫です。ナイス、ルイジオッケー、頭打っても大丈夫みたいな。おっと、危ない、これ何、落ちるやつ。まずい、まずい、ちゃっちゃっと行かないと。よし、いいこと思いつきました。ルイジ、まずルイジが兄さんの頭を使ってハイジャンプ、オッケーです。そして俺は普通にこれでジャンプか。ナイス、いいぞ。さあ、ここは、おっ、下の床がなくなるやつだけど、とにかく急いでいく。こっち、よし、さあ急げ、ここがなくなる。オッケー兄さん、土管だ。よし、いいぞ。いや、しかしこのポイズン難しいな。おお、なんとか無事にゴールポール発見。やったね兄さん。よし、オッケー。いや、最初のな、スライムドッキリ毒遊びから本当の毒地獄に来たようなもんだったぞルイジ。しかし毒を甘く見ることなく、なんとかクリアできました。まだクリアしてないけどね。そうだね、最後の見て、ここ毒沼ジャンプしないと。確かにここ結構なジャンプだね。どうするルイジ。いや、だから兄さんが先に行けばいいんじゃない。ちょっと待って待って、毒沼だよねここ。だから兄さんが先に行けば。あっ、ちょっと落ちた。なんてこと、ルイジ。あー、ルイジ、あー、ルイジ、あー、いけなかったみたいだね兄さん。あと9秒しかないよ、どうするんだい。とにかくゴールだけはしたい。ナイス兄さん。いや、ギリギリセーフだったね兄さん。最後のはルイジのせいだろ。なんでそんな落としてすんだよ本当に。いや、毒沼じゃないかと思ったんだよ最後はね。さすがにスライムかと思ったんだよ。そんなわけないだろ。じゃ、ポイズン、毒沼があって足場がなくなるという難しいコースだったけど、いいね。はい、ということで今回はマリオメーカー2で毒のコースにマリオとルイジで挑んでみました。急に足場がなくなったりするんで、皆さんもぜひ遊んでみてください。それじゃあ今回の動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナケナファミリー、他にもたくさん動画があるんでぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。